皆さんこんにちは。今日は第3回うさえレッツゴー。今回は四日市門前町ぶらり散策編です。前回に引き続き韓国出身のテナムさんと一緒に回りたいと思います。テナムさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。シャさん、何かおすすめありますか？宇佐市は大分味一ねネギの産地でもありますので、ネギ焼きがおすすめですよ。ではレッツゴー。テナムさん、何にしますか？全部美味しそうですよね。私は売れ筋ナンバーワンの豚ネギ焼き。おお、いいですね。はい、します。じゃあ私はもちーずネギ焼きお願いします。はい、ありがとうございます。ネギ焼きって何ですか？ネギ焼きは大分味一ネギというブランドネギを使ったお好み焼きみたいな食べ物なんですけど、はい、そのキャベツの代わりにもなんかネギしか使ってないです。もうお野菜は、はい、でその大分味一ネギの特徴は、はい、とても甘くてそしてシャキシャキ感があります。だから普段、ネギの臭みとかそういうあの感覚香りがなくて、もう本当にネギのなんていうそのネギのお味が楽しめれる一品です。すいません、お待たせいたしました。もちーずネギ焼きになります。はい、はい、います。じゃあ豚ネギ焼きになります。すごい美味しそうです。美味しそう。早速いただきましょう。はい、美味しい、うん、普通のネギと味が違いますよね。さあ、お腹もいっぱいになりましたので早速散策へ行きましょう。はい、ここは極楽通りです。極楽通り、はい、極楽だから歩くと極楽にいるような気持ちになります。なるほど。はい、そしてですね、今日実はここ四日市門前町を紹介してくれるガイドさんをお願いしました。あ、本当ですか？はい、ガイドさんがたくさん説明してくれると思いますので、はい、楽しみにしててください。楽しみです。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。今日紹介してくださるのは四日市伝承クラブの松本さん、松本明子ですと時枝さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのお寺が、西別院なんですが、九州で最大級の木造建築です。ありがとうございました。いいましてありがとうございました。はい、今日あの四日市の門前町っていうのがいかがだったですか？あ、今日いろいろ歩き回ってやっと神社とお寺の違いが分かりました。
ありがとうございます。いいどういたしまして、とても分かりやすかった説明です。ありがとうございました。ありがとうございます。シャーさん結構歩いたので、どっかおすすめのカフェとかあります？はい、ありますよ。おすすめの場所へレッツゴー、行きましょう。さん、今日一日どうでしたか？今回、長に初めて来たんですけど、ご飯も美味しかったですし、神社とかお寺とかいろんなスポットがあってとても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。長市はまた国宝の長神宮とかもありますので、ぜひぜひまた遊びに来てください。次は長神宮行ってみたいと思います。待ってます。ありがとうございます。インターネット放送局うさえレッツゴー、次回お楽しみに。さよなら。